降りそぼる雨のセントジェームズパークでは悪天候に負けじと声援にも熱が入ってきました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りするプレミアリーグのこの一戦、すごい試合になりそうですね。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがニューカッスルユナイテッドの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日の陣形は一般的な 5-3-2 です。前線の選手には走力と運動量が求められます。ニューカッスルのボールで試合が開始します。ドリブルで進みます。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。鮮やかなインターセプト、コースを予測していたんでしょうか。さあリードできるか。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。うまく読んだインターセプト、スルーパスが味方に通る。キーパー弾く。シーズンも終盤に向かっています。順位表を見るとちょっと追撃が難しそうですね。このまま逃げ切りそうですね。選手と監督が目の前の試合に集中し続けた結果だと思います。スペースに見事なスルーパス、クリアして危機を出しました。ナビル・ベンタレ、カウンターのチャンスが巡ってきた。カウンターは失敗に終わります。キーパーはボールを持っていない。チャンスにできるか。これは見事なパスカットです。審判はオフサイドの判定です。これは微妙な判定でした。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。いい位置です。スローインとなります。スローインで相手に渡してしまいました。ボールを失った。サン・マクシマン、サイドからのチャンス。さあカウンターを仕掛けるか。このカウンターはうまくいきません。アイザック・ヘイデン、
スペースへのボール、ベンタレル思いっきりよく飛び出して見事にセーブ、止めています。タイミングがバッチリでしたね。主審が流します。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。イエローカードが出ます。軽率なファールは避けたいですね。素晴らしい読みでインターセプトしました。ここはドリブルに入ります。決まるか、入った、ゴール決まった。ニューカッスル、ディフェンダーを翻弄するようなゴールでした。何度見ても鮮やかです。いやー、素晴らしいゴールでした。仕掛けが良かったですね。さあキックオフ、試合はニューカッスルがリードしています。パスをカット、いい読みでした。ここから狙うのか、クリアしてピンチをしのぎます。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。リシャルリソン、このシュートは大きく枠の外、丁寧に狙ったようですが逆に力が入ったかもしれませんね。リシャルリソン、リス・ムセ、しっかり見えています。何をしてくるのか、ボールを回してチャンスを伺います。さあどうする、ゴールチャンス、押し込めるか、入りました。試合はまだ中盤ですがさらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。ボールを奪われました。リシャルリソン、リス・ムセ、ドリブルでボールを前へ、点差を詰めたい、ゴールキーパーが飛びついて止めた。チャンスをものにできず監督ももどかしい思いで選手たちを見つめています。これはクリアしきれないか、チャンスにできるか、落ち着いています。このロブパスはよくスペースが見えていました。これは狙います。素晴らしいロブです。ゴールだ、決まった。ニューカッスル、ガラ空きのゴールでボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。こちらのカメラからの映像です。
監督も今すぐ選手に檄を飛ばしたいでしょうが、まずはここから挽回を考えなければなりません。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。前半終了です。スコアは3対0。リードは試合は後半に入ります。前半のペースが維持できるでしょうか。相手ボールになりました。相手に当たりスローインです。ダニー・ローズ、サン・マクシマン、ゴールキックとなりました。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、今度ニューカッスルユナイテッドが迎え撃つのはアストンビラです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。パスをつないできましたが、ここで奪われました。リシャルリソン、何かしてきそうですが、素晴らしいタックルです。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。このパスはカットされました。仕掛けてきました。ゴール前に入ってきた。何をしてくるのか。うまいパス、よく止めましたが、ボールはこぼれています。このチャンスは決めてほしかったですね。少し焦りが出たんでしょうか。仕掛けてくるのか。これはよく見ていた。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。この選手、今日はよくやっていたように見えますが、ここで交代ですか。ゴール前に入れた。クリアが小さい。プレスがかかりました。フリーキックです。ニューカッスルです。ハムザ・チョードリー、ここで攻守が入れ替わります。ここはよくスペースが見えていました。これは狙えます。入りました。ゴール。まさに交代した直後のゴール。いきなり監督の采配が当たりました。これは嬉しいでしょうね。スルッと抜け出して最後まで行っちゃいましたね。ディフェンス側はファールしてでも止めておきたい場面でした。違うアングルから見てみましょう。ドワイト・ゲイル、リシャルリソン、ボールをダッシュ、寄せが早い。さあどうする。中央にクロスが入る。あ、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。
ここです。スローイン。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。オリバー・ノーウッド。ボールを失った。スペースに見事なスルーパス。ゴールチャンス。入ったかと思いましたが、ディフェンスがブロック。行くしかない。ピンチが続きます。ゴール決まりました。そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。ここは簡単にゴールへ流し込みました。こういうチャンスはめったにないんじゃないですか。この角度からも見ましょう。ものすごい声援です。サポーターが声を上げます。ここがポイントだと分かっていますね。ねえ、ここでゴールを奪えば本当に大きいですからね。狙える位置です。入れば決定的。打ってきましたが大きく外れてしまっています。この選手がこんなミスをするとは思いませんでした。この試合も残すところあとわずか。スコアは3対2。このままいった場合、次のゲームにどう影響するのか。さあ、ニューカッスルユナイテッド、次の対戦相手はアストンビラです。しかし今日このまま勝ってもすっきりしないでしょうね。次への課題が見えたゲームと言えるでしょう。ここからどうするのか。とどめの一撃か。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。試合はもう終盤です。コーナーキックからリードを広げれば勝負はほぼ決まります。あと一歩ゴールに結びつきません。監督の表情からは今のうちに点差を広げたい思いが伺えます。コーナーからエリア内へ。クリアが足りないか。流しています。プレーオンです。オリバー・ノーウッド。さあ、カウンターを仕掛けるか。このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。この日2枚目のイエローカード。退場です。いや、出てしまいましたか。プレスを受けます。スローインになります。ここで試合終了です。退場者が出てからはほぼ一方的な展開でしたが、本当によく戦いました。最後のホイッスルを勝利という形で迎えました。人数をかけられない分、気持ちを前面に押し出して勝ちましたね。